食べるとさ、美味しく感じる。いいね。お、いる。あ、いる来た。あ、これがいいのよ。あ、美味しい。めっちゃ美味しい。あ、美味しい。うん。グッ。こんちゃー。こんちゃこんちゃ。さあ、というわけで今日久々にこちゃんバーベキュー。焼肉やね、つうかね、お腹すいた、お腹すいた。じゃあもう食べようも、早速見てくださいよ、この肉をね、久々にやろうじゃないかということで、やろうか、そんなお腹すいた、うん、久々やね、外で焼くの久々じゃない、こっちゃん。確かにな、うん、さあ、いろいろ焼いていきましょう。じゃがバター、じゃがバター、お、いいね、じゃがバターも焼きましょう。大好き、ね、これじゃがバター、中にじゃがいも入ってまして、これを焼いていくとね、バター後で入れてよかったよな。こちらにジャガバター、ジャガバターのバターがあります。はい、あ、いいね、うまそう。おいしい、ええ匂い。おんまや、お、月さん見えてる。グーヘルシー。何それ。あ、それ後でマシュマロも焼くんや。ええやん。ちょっとカメラ見て、こんだけでかい、でかカメラ前に持ってくる、見て、はい、めっちゃでかいやん。僕の親指と ほとんど同じ高さ。肉焼いて食べた。はい、しゅうちゃんどうぞ、肉焼きましたよ。こんだけ大きいよ。ポちゃんも食べますか。うんうん、どうぞ、はい、いっぱい食べてください。脂っぽいと思います。どうぞ、ごめんなさい、最高ステーキで、イエーイ、ステーキ、肉よ、食うのは。うん、僕さ、歯がグラグラしてるから。なるほどな、ちょっと噛みにくい。うん、どう、おしっこちゃん、久しぶりにさ、食べるとさ、美味しく感じる。いいね、パパがハサミを持ってきてくれた。私はご飯の神だ。うん、ご飯ね。僕ピーマン食べたい。意外とこっちピーマン好きやもんな。大好き、見た目によらずな。ここ一番好きな食べ物なんですよ、ピーマンが。はい、今ねハサミを食べまして、ハサミは何個あってもね、はい、必要ですから。どういうこと。玉ねぎ食べる人おらへんのかい。うん、最近どうよ、集合学校。ね、当たりでもなく外れでもないクラス。おい、そんなん言うなよ。先生が面白くて、うん、いいクラスだなと思った。いいじゃん、やっと外で食べれるようになったな。これもな、今年であと何回ぐらいやりたい。5万回、10億回1億回10億回10億回ねえ。お、いいねやん。お、いいね、いいの来た。あ、ジラパもうやめなさい、もちろん。お、反応した。もちろん、やめて、もう大丈夫だから。もういいって、ほんとか。一人でやってる。お店の焼きよりも、はい、外で食べる方が美味しいもんな。確かに、うん、米もらっていい、パパ、ちょっと、こっちゃんの。無理無理、人にあげてくれ。なんだっけ、くれんの。うん、こんだけ、ね、こんだけ、うん、いただきます。僕にくれるって言った肉じゃなかったっけ。うそ。あ、はい、パパ、僕にくれるって言ったやつを丸飲みしやがった。よくあるよね。あ、それ僕の恨みは怖いからな。うまいな。そろそろこれいいんじゃないの。お、いいと思う。ほら、ちょっと見せたいな。え、それしょうがない。これ見てください、はい、じゃがいいもん。じゃあ、いっぱいいます。うまそう。はい、ふっくらと。おいしいし、熱い。熱すぎて味がわかりません。あ、なんか、おいしすぎてさ、うん、言葉がないんだよ。言葉が出ない。あとは春休みでちょっとさ、いろんなとこ出かけたしてたから、こことかあんまりちょっと出ない、うん、なあ、今コロナで外出ないしな。だからこれが一番ですよ。まあ、そこの気分を味わってみる。ほんまやで。ハンモックでもやるか、後で。うん、どう、食後にハンモック、そして
ちょっとおすすめの飲み物を紹介する、どう？じゃあ今からですね、食後のデザート、焼きマシュマロを焼きマシュマロを作りたいと思います。こちらね、大きなマシュマロありますよね。これをこうやって火で炙るんですよ、ちょっと。ちょっと焦げちゃったかな。でも、はい、このような感じで。しゅうちゃん、なに、はい、あのさ、僕さ、一日中さ、はい、どうぞ。今気づいたんだけどさ、一日中さ、前の人の客だった。わお、どう？なんか、外がちょっとカリッとしてて、中がなんかね。じゃあ、こっちゃんの分も焼いて渡したいと思います。うん、どう？なんかトロトロ。トロトロやな。おいしいね。なんでこんなおいしいの、焼きマシュマロって。甘いね。はっはっは、ほんとだけど。え？どんな、あー、やばいよこれは。やばい。僕のようにならないように。ふふ。こっちゃんさ、ご飯も食べたしさ、ハンモックやりたい。やりたい。おいえー、ハンモック作ろうぜ。これがまたいいですね、この時期。どこにできるんだ？簡単にできちゃうんですよ、これね。はい、あ、よくでしょ。はい、簡単。このようにしまして、ほんで、はい、ここで、ここやる。うん、手伝って、つけて、じゃあこれをね、引っ掛けます。それじゃなくて、ここ。あ、こっちでもいいね。ここが一番、はい。で、じゃあでこれ買ってください、こっちゃん。はい、どうぞ。お尻から切って、それでいきますよ。はい、いいよね、いいよね。はい、いいね。パパ、開けて。オッケー。はい、このような感じでございますよ、これ。いいよね、最高最高。成功？あ、寝た。寝てしまいましたね。いいよね、こちゃん、これ。おはよう。おはよう。次の夢も見たよ。ははどの夢見た？ここがね、カエルと喋る夢だって。素敵な夢じゃないか。ちょっとパパも横になって。あ、これがいいのよ、パパ。出すよ。はい。この時期ちょうどいいんですよ、これね、こちゃん。さあ、というわけで今回はですね、皆さんにおすすめがあるんですよね、こちら。はい、骨キッズカルシウムプラスプロテインでございます。このような商品ですね。イエーイ、かわいいね。これね、牛乳とかお水にこの骨キッズを混ぜるだけで、育ち盛りのですね、子供に必要なビタミン、ミネラル、タンパク質がね、こう簡単にね、取れるんですよ、これ。非常に簡単に取れますからね、おすすめでございますよ。大さじ2杯分にカルシウムが 500mg 入っていまして、これね、カタクチイワシ約75匹分相当のカルシウムが入ってるんですね。これはまさしくゴイゴイスーですね。困ってるやねんか。さらにですね、牛乳がね、嫌いなお子様でもですね、いろんな風味があってですね、美味しく飲めてカルシウムを取れると、これ入れたらですね、子供も喜びますし、甘いジュースとかよりもね、栄養もね、これ取れるんで、これなんと一石二鳥、まさしくこれはスースースーです。すごい。これ作るのも超簡単なんですよね。コップ1杯、だいたい120〜150ml、に対しまして大さじ2杯分ですね、入れて軽く混ぜる、これだけなんですよね。はい、さっとね、溶けやすくてね、パウダータイプなんで、いちいちね、こうシェーカーなどね、使わなくても全然いいんですよね。このね、忙しい朝にもおすすめでございますんで、じゃあ早速作ろうか。作ろうか。作ってみろね。こちら牛乳用意しました。入れてみろよ、自分で。入れたのか。入れて。はい、じゃあこちゃん、これ自分で入れてみて。入れれる。はい、いいと思う。ナイス。はい、1、2、もう一個、もう一回、うん、それぐらい、うん、いいね。はい、どうぞ。はい、ありがとう。
溶けるね、簡単にね、あ、すぐ、お、さっとなんか溶けていいって思うわいいよ、飲んでいいよ、はい、いいの、わぁ、めっちゃ美味しい。じゃあ私もいただきます。はい、いただきます。飲んでみよう。うん、あ、美味しい。めっちゃ美味しい。あ、美味しい。うん、甘いね。うん、なんだろうこれ、バナナの風味。うん、あ、すごい飲みやすい。めっちゃ良くない？なんかちょっと、うん、あれ、クリームみたいな感覚。あ、クリーミーな感じがしてね、確かに。これね、だから朝とかにパテ飲んでいけるから良くない？カルシウム取れるから。お魚食べてるのもやも言うたら、時間がない日でもすぐにやってきて、うん、ほんまやな。いいこと言うやんけ。子供たちの飲んでるのこのバナナ風味なんですけども、他にもですね、チョコレート風味とか、ミルキー風味で、いちご風味がありますんで、気になる方はですね、概要欄のリンクをチェックしてください。というわけで皆さんどうですか、ぜひこちらおすすめなんで飲んでください。美味しいよね。美味しい、うん、飲んでください。最高。一回乾杯しようぜ。どう、こちゃんお味どうでした？いや、グッ。これまた飲みたい。もう一杯飲みたい。あらららら、出ましたね。美味しかった。というわけで、ぜひまだ皆さん、最後の挨拶いく？うん、じゃあ皆さん行きますよ。皆さん次の動画も、はい、すぐ見る。ありがとうございました。イエーイ。はい、これインサート撮れてるか。わー、美味しかった。毎朝飲みたい。いいやん、ほんまに。いや、これ本当に何杯もいけそうなんだけど。おいしい。うん、気に入った。これ一個丸ごといけそう。はいはい、こちら。イエーイ。あ、しゅうちゃん待って、ちょっとインサート、もうちょっとしゅうちゃん離れて。あ、ちょっと二人取って、これ商品だけ取るから。